一冊の古びたアルバム。男子学生の卒業アルバムです。アルバムの中には学生時代の思い出の写真が収められています。工業高校の授業です。この写真はいつのものなのか、そしてどこの学校なのでしょうか。アルバムには9期生とあります。東京府立科学工業学校、現在はどうなっているのでしょうか。東京府が廃止されたのは1943年、つまり東京府立の学校は1943年以前ということになります。東京府立科学工業学校は1920年設立。2001年3月閉校、跡地に東京都立大江戸高等学校が設立されました。この場所にモニュメントが設置されていました。1920年が1期生だとすると、9期生は1929年入学。今から91年前です。こちらは第一製造科学実験室。工学実験室での授業。こちらは天文室です。90年以上前、彼らはここで学んでいました。こちらは図書室です。学校給食の始まりは1889年。バスケ部です。テニス部。
ちらは今でいう吹奏楽部でしょうか。およそ90年が経ち、学校も変わっているため、昔の面影は全く残っていません。体育祭の時の様子です。こちらは体育祭での仮装の様子。アルバムには旅の思い出と紹介されていました。広島にも訪れたようです。学生生活だったのでしょう。彼らの足跡を感じられるのはこのモニュメントだけです。90年というと遥か長い時間に感じますが、アルバムを通すと一瞬のような気がします。